はい、ハマレオンです。カザネです。今日も偽物？いや、今日も偽物担当みたいになってますけど本物です。 LA ゴルフのプライスアンデシャンボーシグネチャーの入った見せてシャフトです。見せてはい、はい、グリップもブライソン・デシャンボー あのグリップマークも入ってます。見せたて誘ったてめっちゃ太い今日はあのシャフトのレビューをしていきたいと思います。そのシャフトは一体何でしょうか。デシャンボーがツアーで使ってるやつを全く同じというか再現したやつなんですけど、シャフトはで、グリップも一緒です。だから本人のスペックと全く一緒です。なるほど。それを何インチで。長さも一緒なので48インチ弱ですね。ヘッドがでもあの人コブラやもんな。はい、レオンはテーラーで、はい、レオンはテーラーで今日は行きます。テーラーで48、48になってます。はい、やば、飛ぶんかな。いや、そらなんかそのグリップやばすぎるやろ。めっちゃ太いです。変わり方ないよ。もう一回もらえる？めっちゃ太い。いや、嬉しそう。これはでも、ちゃう。もう一回グリップ見せたってくれ。俺の言ったのかと思って。太さ見せたってこうアップで。もうめっちゃ太いです。普通のどれやろ？普通のと比べて。ちゃう。見たくない。見たくない。普通のとそれと比べて。もうこんだけ違う。分かりますか？分かるかな。全然違う。めっちゃ太いです。えぐいな。えぐい。この太さは風音にも。風音にも売ってもらえます？ 6X ですけど売ってもらおう。やった、はい、せっかくやから。じゃあ早速レビューしていきたいと思います。はい、はい、ではハマレオンさんに売ってもらいたいと思います。はい、はい、振動数測ったところ 250cpm だったので。250、はい、すごい柔らかいですね。割と意外となんかめっちゃ硬いの使ってるのかなと思ったけど、まあ、長いからな。ひょっとしたらヘッド軽くしてたりしてるかもしらんで。なるほど、そうですね、うん、バランスを取るために軽くしてヘッド軽いことによって振動数を高めてっていうことですよね、うん、どうなんその握り感というか。もう野球より太いですからね。ほんま、みたいな感じです。やばい、触れる。投げんといてよ、絶対。いや、ほんま怖。振りじゃないですよね。その48インチもどうなん。長いし太いし。300飛ぶんかなと思います。やっぱり今日も憑依させよう、デシャンボー。こういう感じ。そらそうなるわ。そらなるよ。もう一回行こう。いや、右に逃げたな。帰ってこい。お、いや、飛んでない。あんたこの間長尺で270超えとったや。300みたいなもんでしょ。16度の2346回転。ええけど幸せ。もう一球いいですか。これちょっと薄い。あ、でもなんかドローすんな。ずっと本当ですね。ちょっとドローですね。マジで飛ばんわ。さすがに無理か。うわー、初速はいつもより速いけど飛ばんって感じですね。さすがに無理か。あかんっすね。でもなんか中本っていう割に。あ、中本な。はい、捕まえに行けますけどね。確かになんか別にそんな、うん、機械落ちそう。いや、いいシャフトです、間違いないです。いいシャフトなのは間違いない。振りやすさはいい。すっごい振りやすいです。6X 相当やな、確か。 6X 相当で作られてるはず。
多分切ったら間違いなくイーシャフトですね。うん、今はあの 45.5 とか25で売ってるらしいで。あ、そうなんですね、うん、すごい長尺のイメージがあったから、あの長尺のローカルルールが入ったからですよね、はい、いや、イーシャフトですね。なんか癖ないです、意外と。あ、ほんま、はい、あんな感じの癖ある、こんなこういう感じのフォームやのに。やって、デシャンボーで打ってみて。え、カットしますよね。カットせえへんわ、もう今のは。しし、長すぎたら飛ばんということかもしれんね。ああ、しなりが。さすがに。グリップもぶっといし。グリップのせいにします。さすがに条件揃わんと無理ちゃう。じゃあなんかずっとドローやな。うん、わあ、ちょっと薄すぎました。あ、全然ダメ。交代。イエイ。すいません、使いこなせず。ハマレオンでこんな捕まんねんから。デジャンボどないなったのな。確かに。でもなんかが計算されとんでしょうね。なあ、じゃあ重ねが打ちます。重ねが打ちます。太くて長いやつ打ちます。太くて長いやつ打てるかな。そんな太くて長いやつはこれはないですね。ないこれはないな。ない、初めて。これはもうすっごい太い。すんごい太い、これ。うわ、怖っ。さっきモンスターの出たもんな。モンスター飲みました、さっき。高麗人参入った。生まれた。この種か。いきます。はい、どっちの。これです。真剣に打って、もう一回いってみよう。もう一回いってみましょう。過去一しんどいかも。ちょっと短めに持っていいですか。さすがにぶっとすぎる。さすがにぶっとすぎる。長いし。おっ、おっ、うわ、頑張った。ええ音したで。ああ、ええよ。でも腰が…腰いってます。腰がいってます。はぁ、腰がいってます。一球入魂って感じ。一球入魂です、これは。18ホール。バックスピンが3300で、サイドスピン1700ってことも、半分サイドスピンなんよ。もうほぼ軸が50度ぐらい傾く。さすがに無理か。さすがにもう太すぎました。触り方なんよ。だって怖いと思っとったから。やっぱり先っちょ触りたくなる。先っちょ触りたいんですか。そこなんかこう丸くなってるもんな。そうですね、こう変わってるよな。しかもなんか先っちょだけ硬いんですよ。なるほど、いただきました。言うてもカリフトやからね、僕。いや、聞いてない。聞いてない。誰もカリスマクラフトマンの略やからね、カリフト。あ、そういうこと。え、なに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 、数えなに、なに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 、最低や、今はめた、はめた。怖いわ。もう最悪の動画だったこれ。最悪や。売りたかったのに、そのシャフトは。そうですよね、結構入荷しましたもんね。うん、はい、シャフト自体はいいので、あの、よかったら皆さんもご興味ある方なんか手段しに来ていただいて、ディオリブ偽物撲滅頑張ってます。概要欄に掲示板貼っておきますので、皆さんも偽物の情報を持っている方、そこに書き込んでください。この動画が良かったと思われた方は、いいねとチャンネル登録の方お願いします。自社サイト PayPay モール楽天市場に売ってます。買ってください。よかったら買ってください。面白いです。かざねインスタグラムやってます。よかったらフォローしてあげてください。ありがとうございました。ありがとうございます。
ャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。